争奪戦 G1 浜名湖賞解説70周年記念競争一つ目の準優勝戦第10レース1着は1号艇菊池浩平選手です。お疲れ様でした。よいしょ。今日は水面かなりいい状況で、そうですね、はい、インにとってはとてもありがたい水面ですね。人気にきっちり応えました、はい、ではレース振り返っていきます。進入は123ダッシュ456アクナリ3対3、菊池選手がインコースから一定身ぐらいのトップスタート、はい、はい、しっかりと、そうですね、あの起こした瞬間にもう0台半ばの完璧なスタートと思ったんですけど、外がいなかったんで、はい、待ってました。そうですか、はい、そして1マーク青色はちょっと気になったりしましたか。いや全く、うん、はい、もうご自身のターンを、まあ、普通に回ればもう何の問題もないと思ってたんで、はい、今日は1日気象状況少し変わりましたけど、はい、どのように過ごして調整をしてらっしゃったんですか。昨日のまま乗ったらもうすごく良かったんで、はい、本当 2,3 発撫でたぐらいです。2,3 発そーっと優しくそーっと撫でました、はい、でほぼほぼ調整は、あ、そうですね、はい、そのままで今日もしっかりいい感じの船足。そうですね、何もしないんですけど、はい、今日が一番良かったと思います。そうですか。では明日の優勝戦また、はい、まあ、1回乗ってみて、はい、撫でるか察するか。そうですね、はい、明日もなんか条件変わらなそうなんで、ギュッと握りしめておきます、プロペラを。はい、分かりました。では明日の戦いに向けてメッセージお願いします。はい、明日は全て出し切ります、頑張ります。一つ目の準優勝戦10レース1着菊池浩平選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。菊池選手のインタビューでした。10レースの競争成績です。2つ目の準優勝戦第11レース1着は1号艇上野慎之介選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、今日は水面いい水面でしたね。はい、助かりました。はい、では振り返っていきます。進入は123ダッシュ456枠なり3対3です。上野選手インコースから1人ゼロ台後半のトップスタート。見てないです。あら、起こして起こしてもうそのまま行きました。もう入ってるぞっていう C がないと思って知らない作戦で行きますって弟子に言ってきましたでもスタート展示よりかはね、ちょびっと後ろぐらいなんで、まあ、入ってるなっていう感じは。ちょっと起こし遅れた感じがあったんで、もう風も違うんで見え方もすごい違いますね。強風なぐらい風が効くんですね、ここはレース場は。スタート写真の風を見ると向かい風 2.5 になってました。いや、もうとんでもないぐらい届かないですね、普通のレース場より。そうなんですね。さあ、そこからまあしっかり1マーク回って先頭に立ちました。今日は時間たっぷりありましたけれども、はい、どんな風に過ごしてたんですか。ちょっと失敗してるところがあったんですけど、まあ、弟子がちょっと、はい、なんか強気に言わず優しくこうしたらこうなりましたって教えてくれたんで、弟子と心中するかと思ってアドバイスをもらって。そうですね、はい、船はもうすごい向くんですけど、はい、ちょっと直線がちょっと落ちてる感じはするんで、Cいらないと思ってもうスタート行こうと思ってじゃあそのあたりは、明日の戦いに生かして。そうですね、はい、はい、もう今日一日、うん、後悔しないように全部過ごしたつもりです。はい、じゃあ明日も後悔しないように調整して。はい、はい、明日の戦いに向けてメッセージお願いします。はい、あんまり優勝戦乗ることがないんで僕だけお願いしてください11レース1着1号艇上野選手でした。ありがとうございました。でした。上野選手のインタビューでした。11レースの競争成績です。1着1番1着は1号艇峰竜太選手です。勝ち悪い1着ですね今のは。ではレース振り返っていきます、はい、進入が16ダッシュ知らなかったです、参加の僕。そうなんですか。知らなかったですね。なんかすげえ浜野さん伸びるなと思って、はい、もう慌てましたね1マークですよね、はい、走りました。あ、そうなんですね。そうですね、もう先にはと思って、はい、やっぱちょっと見えて、はい、そっか。でもすごいバウ返せたんで、いや狭い中すげえバウ返りました。これここ、はい、いや強烈だったと思います今のは。あ、自分の中でもうわ強烈と思ったんで、はい、もう完全に刺さった角度でいっちゃったんですよ。いやすごいですね。でもそこの足っていうのはずっと、まあ、良さを口にしてらっしゃいましたよね。今日多分一番良かったんじゃないかなと思いますね。あ、はい、今日は何か調整っていうのは。いや、ペラが開いてたんでノーハンマーだったんですけど、ちょっと今日どうかなと思ってやってみたらいい反応してくれたんで、もうそれから触ってないですね。そうですか、はい、今の足なら明日優勝戦も楽しみ。そうです、ここが多分一番波乱っていうか、ちょっと怖かったんで、あとはね、しっかりスタートを決めれそうなんで、
いきたいと思いますね。わかりました。では最後にもう一言お願いします。はい、浜名湖優勝して帰りたいと思います。頑張れすっかありがとうございました。峰選手のインタビューでした。なお、一部映像が乱れました。大変失礼いたしました。